競馬 V の競馬予想始まるよ。おはようございます、競馬 V です。はい、ということで、日曜日高松宮記念 G1 ですね、試合やるで予想しようかなと思ってます。それと、イチロー選手、ありがとうございました。ゆっくり休んでください。いろんな夢もありがとうございました。ということで、G1 僕も頑張っていこうと思ってます。でも早速、いいも紹介しようかなと思っております。はい、早速、僕の本命の馬をまず言うとかなと思っているんですけど、今回僕が本命に選んだ馬はやっぱちょっと外せないナックビーナスかなと思っています。ナックビーナス牝馬、6歳になって今回またね王の騎手ということなんですけど、まああの中京自体はねそこまで実績ないんですけど、まあ勝ちきれないっていうところがあるんですが、安定感がすごいと、安定感むちゃくちゃあると。で1200の距離ならね、こんな感じは僕はナンバーワンじゃないかなと思ってます。まあ正直牝馬6歳なんで今年最後になりそうなんでね、もうどうしてもここが明治勝負じゃないかなと思ってナックビーナスかなと。で去年このレースの3着の実績もあるし、前走ともう調子よく2着と来てるんで、もう一番安定してるかなと。で展開もね逃げなくてもあの好位付けできますし、まあ客室的にも 1200m の適性がむちゃくちゃあると。でまあこのメンバーならほんまに、上位 1,2 争えるぐらいの馬じゃないかなと。でもう変にね崩れないのはこの馬の長所かなと。で逆にちょっと短所がないぐらい、まあ逆に見つける方が難しいかなと思って、やっぱりナックビーナスはやっぱ外せないとかなと。まあ正直ここでね、G1 を、ものにしてほしいかなと思って、まあ期待と、期待を込めて買おうかなと思ってます。ナックビーナス、まあ副賞圏内は硬いんじゃないかなと、よっぽどのことない限り大丈夫かなと思っております。なんでナックビーナスは本命に押そうかなと思っております。で、対抗ですね、まあ、2番目に僕がいいかなと思っているのがこれも牝馬になるんですが、レッツゴードンキー、レッツゴードンキーにします。牝馬7歳で、また岩田騎手ということなんですけど、まあ中京の実績もあるし、で去年このレースも2着と、で今年もこのレースにね正直照準合わせて、まあ、前走も阪急杯で前で粘ってのね2着と。でレベル的には大したメンバー正直前回 いなかったんですが、まあ今回のねこのレースにつながるかはちょっと疑問視はあるんですけど、まあそこそこ前付けできれば好勝負できるんじゃないかなと、もうワンチャン狙えるんじゃないかなと。で結構ねこの馬もやっぱ能力的にも強い馬だと思うし、まあ岩田騎手のね得意のこうなんていうんですか、あのインピタのレースができればまあ一番いいんですけど、まあ得意とするね先方ですよね、岩田騎手のよくやるインピタで、インが詰まって外に回されたり、まあ詰まればかなり不利になるんではないかなと。で正直後ろから行ったらかなりきついかなと思うんですけど、まあ、ほんまこの馬に関しては位置取りが大事かなと。でまあまあその辺はね岩田騎手がうまいこと職人技を見せてくれるんじゃないかなと思って、やっぱここレッツゴードンキも明治で来そうなんでね、僕はこれも外せないとかなと思ってレッツゴードンキ
言っときます。はい、で3投目になるんですけど、もうこれも正直外せないいうことですね。ダノンスマッシュ、ダノンスマッシュ、ロードカナロア3区、もう短距離に適してる血統バリバリですよね。でダノンスマッシュもね、路線変えてから1000人短距離になってからやはり実力を発揮してきている馬ではないかなと。で一瞬の足はね、もうさすが G1 級というぐらい の一瞬の切れ味の足を使えるんで、まさに G1 級と。でやっぱ親譲りのロードカナロアの血を引いてるんじゃないかなと。で今回正直周りのね、目がもうマークがかなりきつくなるんで、そこがねちょっと不安視があるんですけどね。で外からかぶされたらもうかなり不安かなと。でこの馬もほんま位置取りが大事で、あと不安な点といえば、まあ左回りがちょっとどう出るかなというぐらいで、この馬も普通通り自分の、走り行けば、まあ、ぶっちぎってね、前回みたいにこう一瞬の足でもうキュッとこうね、前が空いた瞬間に伸びてくる馬ですんで、やはりこれは軽視できない馬かなと思って、一応3投目には入れようかなと思っております。まあ本命でしょうけどね、あの人気するでしょうけどね、しゃあないです。でラスト2の、4投目穴になるんですけど、これはちょっと狙い目かなと思う馬がね、僕はもうこれにっていうのを決めました。それはロジクライ、アラウマブイブイルメール頼むわ、もうそろそろ、見せてくれるやと。でちょっと人気しない時のルメールもかなり怖いですし、で中京でもね、2着1回あるんで、まあ実績的にはまあまあどう出るか分かんないですけど、まあ左に回りに関しては強い、もう悪くはなさそうなんで、で 1200m の距離に対応できるかどうかだけの問題なんですけど、まあ1000人ちょっと使ってないからね、大化けがある可能性が僕は大かなと。でほんまに一気に突っ走ってしまうかもしれないんで、もう路線この馬も変えてるんで、新味が見れたら面白い一頭になるんではないかなと思って、ロジクライこうね買ってみようと思ってます。まあ阪急杯で3着と、まあちゃんときっちり副賞券でも入ってるんで、ここも、勝ち切れる馬の能力を持ってると思うんで、でね、ルメールも正直うまいんで、気持ち楽に乗ってくれたら一番怖い穴馬になるんじゃないかなと思って、ロジクライを買おうかなと思っております。なんでロジクライおすすめの一頭にしようかなと思ってます。なんで4投目はロジクライを買おうかなと思っております。はい、ということで、今、言うた僕の4頭になるんですけど、まずは、本命に僕が選んでた、ナックビーナスと、次にレッツゴードンキーで、ダノンスマッシュで、穴ならばロジクライかなということにします。なんで、またね、買い目の方はもうほぼこれでいこうかなと思ってます。4等ボックスでまたちょっと狙ってみようかなと思っております。今回でちょっと4等になるんですけど、ほんまにちょっと当てないとまずい状態になってるんで、申し訳ないですけど4等ボックスで行かせてもらいますということですんで、競馬部の高松の馬記念 G1 1200m の、買い目というか、いい馬4頭の紹介でした。それとね、あと別でまた一個前の動画でも言ってたんですけど、ちょっと一勝負を打とうかなと、この高松の三記念でですね、ちょっと一点買いで、別で、僕買おうかなと思ってるのはあるんで、またそれは、後日動画の方で上げれたら上げようかなと思っています。
まあ、一応、まあ、ちょっと一点買いでも副賞になるんですけど、まあ、金額をちょっと張って買ってみようかなと思うんで、またその動画は別であげると思うんで、そちらの方ももしよかったら見てください。まあどういう動画になるかはこうご期待ということで、よろしくお願いします。ということで、この動画が選んだらチャンネル登録、いいねボタン、そして良くても悪くてもコメントいっぱいください。ということで、ありがとうございました。またな。 VVVVVV チャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿よろしくお願いします。競馬 V